皆さんこんにちは。札幌交響楽団副首席トロンボーン奏者の中野幸太郎です。作曲メンバーによるワンポイントアドバイス、全国の吹奏楽部員の皆さんへ熱いメッセージをお送りします。ぜひご覧ください。今日は作曲副首席ホルン奏者の土屋ひとみさんにお越しいただきました。こんにちは。こんにちは。今日はですね、ホルンのことをいろいろ聞いていきたいなと思うんですけれども、まずは、このような状況で自宅で練習をしたりしている子も多いと思うんですけれども、自宅でね、できる練習法などをちょっと聞いていきたいかなと思ってるんですけれども、はい、部活がなくってでも楽器を持って帰ってるとか、楽器を持っているっていう方は、練習用ミュートっていうのがホルンにはあって、これを使うと結構音量が小さくなるので、お家でも吹くことができるかなと思います。だいたい音量的にはテレビの音とか話し声ぐらいにはなるって言われてて、かなり落ちますよね。そうですね。で、ホルンってベルが下に向いてる分、結構下の階の人に響いちゃうみたいなんですけど、これをするとだいぶ収まります。これを持ってない人は、学校とかにもあると思うんですけど、こういうストレートミュートみたいなのでも、日本語で言ったら弱音器っていうので、だいぶ音量が小さくなるので、こういうのを使ってみてもいいかなと。普通に吹くとこれぐらいで、ストレートミュートさ、はい、まずはストレートミュートですね。これだけでもだいぶね、響きが抑えられてはいますよね。練習ミュートだ。はい、これは相当、はい、これすごいね。だいぶ小さくな、今同じぐらいの音量で吹いてる、はい、ということで、こういうミュートがあるとだいぶ音量が抑えられるので、そうです ね、こういうのがあればだいぶ練習もできるかなって感じですかね。はい、はい、さらに楽器がなくても何かできることありますかね。楽器つける前に、まずマウスピースで結構皆さんこうやって音出しすることあると思うんですけど、マッピなしでバジングをするっていうのがあって、バジングっていうのは唇をブーって震わせるんですけど、これを練習しておくと楽器つけた時にきちんとした口の形、アンブッシャーが保たれるので、普段の練習からも私はかなりやってて、それをやるといいかなと思います。ね、そのバジング結構実は難しいですよね。そうですね。これもやった方がいいっていう人と、いろいろね、あると思うんですけど、僕はあんまり得意ではなくて結構普段からやるんですね。そうですね。音出しの前、楽器組み立ててる時とかに、っていう風に結構音程をちゃんと狙うっていうよりは、なんとなく出す感じの方が、ほぐほぐしたり、ほぐすか、なんとなくリラックスして息を流すような、それができない人はちょっとここに口添えて、ってやるといつも楽器吹いてるところと同じところがちゃんと振動するようになるので、そういうふうにしたりとかして、だからさ、このまま、難しい人はちょっと口を添えて、で、あとはマウスピースをね、持って帰ってるっていう人がいたら、マウスピースでやるのもいいですよね。で、楽器を持ってない人は、これ100円ショップで買った風船なんですけど、パールのようにきらめく、パール加工されてるおしゃれなパールなんですけど、これを膨らませる。これが息を使うのって、打楽器とか弦楽器みたく、その音を出してる動作が見えない管楽器奏者としてはあんまりイメージしにくいと思うんですけど、それをちょっとイメージするのに、いつも私は風船を使ったりしてレッスンをしてるんですけど、それを普段の練習に取り入れてみるとか、でメトロノームをつけて、はい、じゃあつけてみましょう。テンポ60ぐらいで、はい、これに合わせて膨らむタイミングが音の出るタイミングで、膨らむスピードが息のスピードって言われてるやつで、膨らむ大きさが息の量みたいなイメージでちょっとやってみます。で、1,2,3,4 拍で全部吐き切ります。1,2,3、お、同じぐらい負けそうちょっともう一回やりましょう。ちょっと、はい、私ももうちょっと起きていけそうなんかこういうなんか勝負じゃないですけど、お家で皆さんとね、遊び感覚で、あ、どれくらい膨らんだとかって面白いかもしれないですねきっとホルンじゃなくても楽しめると思います、そうですよね。もう一回いきます。真剣にいきます。1,2
うまく入んなかったみたいな感じで、このブレスのコントロールって楽器吹いてないとやっぱり忘れちゃいがちなので、こういうのをまあ楽器吹けない時に練習というか、まあイメージをしておくと、また楽器持った時に無理なくブレスができるんじゃないかなと思います。すごい大事ですよね、はい、その息をたくさん吸うっていうのはホルンだけじゃなく金管楽器みんな大事なことなので、意識をしてたくさんブレスをするというためにこういうのを使ってぜひやってみてください。はい、楽器のメンテナンスについてちょっとお話を伺いたいなと思うんですが、こういう時じゃないとゆっくりね掃除とかもできないっていう人もたくさんいると思うので、ホルンのなんかメンテナンス方法とかを。よく部活で使ってる楽器をレッスン中に見たりとかすると、ここの抜き差し管が動かない人とか、逆にスコンって抜けちゃう人がいるんですけど、このグリスをきちんと綺麗に塗るのを、そうですね、はい、を今のうちにやっておいた方がいいかなと思っていて、多分、ね、ホルンはそう数が多いので、ね、全部綺麗にやろうと思うと結構時間がかかるんですよね。で、まあ、こうやって抜いて、よく見かけるのがグリスをバーッと塗りすぎて、この中のところにグリスが固まって、うん、あ入っちゃう。まずそれをきれいに拭き取ってください。で、クリーニングロットっていうのが、まあ、楽器屋さんでも売ってるんですけど、こういう先っちょに穴が開いてる棒なんですけど、これはリコーダーの掃除する棒でも、そこにガーゼを巻きつけて、でもリコーダーの棒とかだとちょっと長かったりするので、ベルカットの人はよいしょ、ベル取ってもらって、この金属の部分、棒の部分が出ないようにこうやってガーゼをきれいに巻いて中を掃除すると、結構このグリスと油が混ざったものとかが取れるので、これできれいにして、でこっちの缶の方もきれいに一回拭き取ってください。で、中に入らない程度のグリスをちょろっとだけピッとつけて、で先っちょには塗らないで、こっちの一番端と端には塗らないで、この真ん中だけにピッと塗って、でそれでこの缶に刺して、こうやって何回かなじませることによって全体にまんべんなくつくので、これを、まあ、ダブルホルンだと6、7、8、9箇所ぐらい。すごいね。なたくさんありますね。そう、結構数があるので、普段の部活の片付けの時間とかだとちょっと普段やれないと思うので、うん、この時期にやっておくと良いかなと思います。端っこにはつけないっていうのは結構ポイントかもしれないですね。やっぱりロータリーの近くまでそのグリスがいっちゃうと、うん、オイルと混ざり合わさっちゃって、ネバネバになっちゃったりしますよね。そうなんですよ。動きが良くなくなっちゃうので、うん、あとスワブですか、はい、その缶の方にスワブ通す感じか。これは主管用で、主管のこの部分が結構汚れがたまるんですね、うん、まあ普段食べてるものとかだったりとか、ね、吹くとこが近いとこが一番汚れる、ね、学校の楽器こうやって覗くとなんかヘドロみたいなのがうわーってくっついてることが結構多いんですよね、うん、楽器屋さんでこういうスワブっていうのが売ってて、よくクラリネットとかはしょっちゅう通してると思うんですけど、うん、金管楽器にもこうスワブってあって、でこれを主管のところを抜いて、こっちの吹いてる方の反対側から、この吹いてる方からこの入れちゃうと、この汚れが結局奥に入っていっちゃうの で、ね、逆からこうやって入れて、よいしょ、出すと、で引き抜く、はい、よいしょ、でこれでやっとくとこの汚れもたまらないし、私は普段の練習の一番最後楽器しまう時にもやるんですけど、水分も取れるので、うん、これはもう毎日本当はやってほしい。そうですね、楽器の中に水分がすごく多い状態でしまってしまうと、菌が繁殖したりしたり、あの汚れにつながってしまうようなので、この辺は、ぜひこれからやってみてください。マウスピースのところの中に通すスワブも売ってるので、うん、そちらもやってほしいですね。でスワブがなければ綿棒とかでも汚れが結構取れるので、うん、やれるといいかなと。であとはまあ、除菌シート、ウェットティッシュなんですけど、うん、終わった後に
これでザッと拭いてしまうようにしてます。マウスピースを、はい、なるほど。コロナ対策じゃないんですけど、これをやっとくとヘルペスになりにくいって聞いて。なるほど。これね、管楽器奏者の方、皆様もね、思い当たることね、人いると思うんですけど、僕も実はヘルペスないんですけど、やっぱりすごくたくさん吹いた時とかはここにちょっと出来物できちゃったりして、そういうのには対策にすごいいいんですよね。やっぱりその菌がね、やっぱりここにやっぱりどうしても口に当てるとこなので。そうなんです。あとはまあやっぱり唇の皮っていうか、その辺が動かしてる分代謝がよくってここに溜まっていっちゃったりとかして、よく乾かすとカピカピになってるものとかあるじゃないですか。それがやっぱ溜まっていくと衛生的にも良くないですし、硬いのが当たると唇を傷つけちゃうことにもなるので、終わった後にウェットティッシュで拭くのはやってます。なかなか今ウェットティッシュが買えなかったりするかもしれないんですけども、少なくともマウスピースは最後に洗うだけでも、水で洗いでも全然いいとは思うので、やっていただけたらなと思います。と、新入部員も入ってくると思うんですよね。そういう新しく入ってきたお友達に、後輩に、どういうことを教えてあげたらいいかなっていうのを教えていただけますか。後輩が入ってくる前に指使いを全て覚えてしまう。なるほど。のがいいかなと。まず自分がってことですね。はい、なるほど。部活のパートフとか見ると、ホルンとかだと 1,2 とか 2,3 とかやって書いておくと、その指がちゃんと音が出るようになるんですけど、最近フルート練習してて、でフルートって指使い書けないんですよ。あ、ボタンがありすぎて、複雑すぎてね。ホルンは3つしかボタンがない分、書いたりとかしてちょっと甘えちゃってる部分があると思うので、それをまずクリアにしておくのが良いかなと思います。なるほど。で、あとは、全長スケールをクリアしとけば、OK かなと。指使いもシャープが出てくるとちょっと苦手とかっていう子がやっぱ多いんですけど、全長スケールをやれたらいいかなと思います。吹奏楽部ですの皆さんですと、ベイドアとかS ドア、F ドアしかやってなくて、他はやってないようなね、得意技みたいなこのスケールっていうのは楽器がなくても覚えれるじゃないですか、なのでこの、ね、部活が休みの時期に音階だけ覚えて、部活が再開したらもう音出してできるっていう状態にしとけばすごいいいかもしれないですね。結構最近だとオーケストラの編曲ものを吹奏楽でやったりとかすることが多いんですけど、やっぱりオケの曲ってシャープ系、弦楽器がやっぱりシャープ系が得意だったりすることもあって、はい、シャープ系が多かったりすることがあって、で突然そのフレーズが出てくると指が回らないっていうことがよく夏前になると皆さん課題になるので、今のうちに音階できるといいかなと思います、はい、楽器がない人は私がよくやってたのは、洗濯バサミをなんか下敷きのとこにパコってつけて、こうやって指みたくしてこうやって押す練習をしたりとかしてました。すごい工夫ですね。それこうやってやればいいんですね。楽器があれば楽器の方がいいんですけど、なければ洗濯バサミでぜひやってみてください、はい、皆さんの部活で使ってる練習の本とかでもいいんですけど、はい、こういうなんか全体合奏で使う本とかにも必ずその全長スケールって書いてあるんですよね。そのフルで単調も全部書いてあるので、ぜひこういうのを使ってやってみれるといいかな。そうですね。と、楽譜を読むのが苦手っていう部員の方が多くって、そういうのを今のうちにちょっと克服できたらいいかなと思うんですけ ど、この楽譜だと一番最初にそのリズムだけが書いてあるので、これをまず手叩いて、ここです、ね、はい、練習してみて、でこの音で今度リズムトレーニング2、3っていうのを自分でちょっと歌いながら練習してみる、はい、でこれがすごいのが、この2、3っていうのが同時に演奏するとアンサンブルみたいになるんですね。これとこれがデュエットみたいになるんですか。そうなんですよ。でこれをちょっと今のうち練習しといて、部活が始まった時に友達と一緒に演奏してみるとかっていうことも、部活が始まった時にもうワンステップ上のことができるんじゃないかなと思います。いや、自分でやっぱりちゃんと勉強しておくっていうのもやっぱ後輩に教えてあげるためには大事ですね。本日は作曲副主席ホルン奏者の土屋ひとみさんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。